左から2番目と3番目がケック天文台。左端はスバル望遠鏡、右端はアットフ。ケック天文台はハワイ島マウナケア山頂天文台群にある天文台。10メートル光学近赤外線望遠鏡を2機保有し、数多くの天文学的発見をしている。隣は日本のスバル望遠鏡。この天文台の名称は、 アメリカ合衆国の実業家であった、ウィリアム・マイロン・ケックに由来する。石油デザインを成した、彼が1954年に創立した、WM ・ケック財団から1億4000万ドル以上の寄付を受けて建設された、カリフォルニア天文学研究協会が行っている。2基の望遠鏡からなるため、相互の望遠鏡間によって、鉱石外干渉系としても活用が可能である。 同様の望遠鏡としては、ヨーロッパ南天天問題に設置されている VLT がある。天問題は、望遠鏡及び観測装置並びに制御装置を収めたマウナケア山頂施設とハワイ島のワイメアにある本部事務所からなる。望遠鏡及び観測装置については、以下に記載する。ケックアイとケック2有効口径10メートルを単一鏡で実現することは、 大変難しいため、対角線1.8メートル、厚さ75ミリメートル、重さ400キログラムの正六角形の低膨張ガラスを36枚繋いで、有効口径10メートルとした重きを持つ。そのため、角ミラー間にはつなぎ目があるが、優れた性能を持つ。角ミラーは保証工学装置によって支持されている。保証工学制御では0.1秒ごとに、 角ミラーを支える指示装置を微調整し、重力によって角ミラーの位置が変わることによって生じる主焦点系の変動を抑えることに寄与している。六角形のミラーのうち、中心部のミラーは取り付けられていない。これは、主張主焦点部にある副鏡によって生じるロスを減らすことのみならず、稼ぐれ印象点部が設置されていることによる。また、望遠鏡本体を支持する課題は、 経緯大方式である。これは他の大型望遠鏡と同じくしてコンピュータによる三軸精密制御が可能になったことによる。なお、ケックアイケック2と呼ばれる両望遠鏡とも構造は全く同じものであり、ナスミス焦点系から導かれた光をドーム下にある施設内に設けられた航路を通り、施設内の干渉形質にて鉱石外、干渉形として観測が可能である。 また、アメリカ航空宇宙局による光赤外干渉、計計画では、ック12の両望遠鏡とサテライト望遠鏡を5つを組み合わせた大型個干渉計として機能させている。ありがとうございます。